クマノボはマケドニア共和国の都市で、同国ではスコピエ、ビトラにぐいて3番目の人口を持つ。また、自治体としてのクマノボはマケドニア共和国の基礎自治体で最も人口が多い。マケドニア共和国北東部に位置し、首都のスコピエからも比較的近い。クマノボの名前は12世紀から13世紀にかけてこの地域に居住していた。 クマン人に由来するものと考えられている。町の名前はマケドニア語、セルビア語及び、ブルガリア語では、クマーナボ、アルバニア語では、クーマノバ、クマーノブ、トルコ語ではクーマノバである。クマノボは、マケドニア共和国北西部、首都のスコピエの近くに位置している。その位置はおよそ北四42度05分、統計21度40分である。 クマノボの標高は340メートルであり、西にはスコプスカツルナゴーラ山の体、南にはグラディスタンスカプラニナ山脈、東にはマンゴビツァ山、ゲルマン山に囲まれている。クマノボは温帯に属し、スコピーエ空港が最寄りである。クマノボ基礎自治体の人口は2002年の国勢調査によると105,484人であり、その多数派を占めるのは、 マケドニア人であるが、アルバニア人、セルビア人も多い。この地域には、複数の古代の住居跡が残されており、青銅器時代のコストパースカカーペは、ペリンセ近く、新石器時代のマラドナゴリチャネ、鉄器時代のグラブリエは、ボイニクにある。また古代ローマのネクロポリスロッパテのドレズが、古代ローマのマチビシャニスは、クレチョフツェにある。 町が初めて文献に現れるのは1519年で、トルコのイスタンブールに保管されたオスマン帝国の記録に残されている。クマノボに関する最も包括的な関連文書は、エブリアチェレビによって1660年、1661年に記されたものである。それによると、クマノボの町はスコピエ三弱にあり、一つの軍の中心である。町には、 多くの川が流れ、600棟のタイル吹きの家屋がある。中心街のモスクは美しく、テケ、マドラサ、ハマム、多くの店舗、水車がある。気候は快適で好ましい。多くのブドウ畑や庭がある。熊ノボは16世紀末か17世紀初頭に主となり、地域の中心都市となった。その後、1689年のカルポシュ、放棄などによって、 停滞期を迎えるカルポシュは、熊野ボに近いボイニクという村の出身の反乱指導者であった。はじめ、カルポシュは、オスマン帝国の重心であったが、帝国が弱体化し、また新たな税制に対する不満が高まった1689年に、カルポシュは、オスマン帝国に対する反乱へと身を投じた。この間、オーストリアがオスマン帝国を攻撃していた。 カルポシュは反乱者の手に落ち、放棄はさらに拡大していった。反乱軍はクラトボ、クリバパランカ、クマノボ、カチャニクなどを解放していった。その後、オーストリアの皇帝レオポルト一世と共に反乱軍はスコピエ、シュティプの解放を目指した。その後バルカンの軍事情勢は変化し、反乱軍は不利な立場に追いやられた。クリミア反国に属する。 タタール人によって補強されたオスマン帝国の反抗の前にオーストリア軍は撤退を余儀なくされた。反乱軍の要塞があるクリバパランカでの戦いの後、オスマン軍はクマノボを攻撃し、新たに築いた要塞を攻め落とした。カルポシュは逮捕され、スコピエに移送され、バルダル側に架か,かるスコピエの石橋にて死刑に処された。1912年10月、 第一次バルカン戦争の時、ラドミルプトニク率いるセルビア王国の軍がクマノボ北部でオスマン帝国に対して勝利を収めた。2日に及ぶクマノボの戦いによってオスマン帝国のマケドニア支配は終わり、この地方はセルビア領、後にユーゴスラビア王国領となった。第二次世界大戦中のファシスト支配に抵抗するマケドニア人の反ファシスト闘争は、 この熊ノボとプリレップで1941年10月11日に始まった。第二次世界大戦後、社会主義体制の下で急速な工業化、現代化が進んだ。熊ノボの金属精錬、タバコ、農産物、靴、繊維の生産は、町を経済、公益の中核へと押し上げ、人口は13万人を超えた。 農業と交易は19世紀から盛んであったが、町の現代的な予想は、第二次世界大戦後になってからのことである。1945年以降、急速な経済、行政、文化の発展を遂げた。町は現代化され、人口は10万人を超えた。スコピエと熊ノボの間の 40km を結ぶ高速道路があり、高速道路は熊ノボの近くを通って、 セルビア領へと続いている。鉄道もまたスコピエからクマノボを通り、セルビアへと続いている。その他の重要な道路路線としては、クマノボからクリバパランカを通って、ブルガリアへと続く道路がある。クマノボ地域には、複数の重要な建造物がある。スタロナゴリチャネの聖ゲオルゲ聖堂、カルピノの修道院、マテーツエの生神女就寝聖堂、 ムドナ名残チャネのセペトカ聖堂、1902年建造のイタリ生産者、聖堂、1751年建造のエスキ、モスクなどがある。町で最も古く、また、最大の聖堂は聖ニコライ聖堂である。聖ニコライ聖堂には13世紀の遺恨が収められている。聖堂は、マケドニアのルネサンス建築家、アンドレイ・ダミアノフの代表的な建築の一つである。 熊ノボには複数の古代の遺跡もある。最も重要なものは町の近くのペリンツェ村にある青道記時代のグラディシテ遺跡である。村戸名ゴリチャンネ村の近くには新石器時代の遺跡がある。ロッパテ村の近くのドレズガ遺跡はローマ時代のネクロポリスである。また4000年前の巨石天文観測施設国記のは熊ノボから北東に3 0トルにあり2001年に 発見された。この遺跡は NASA によって世界で4番目に古い古代天文観測施設とされた。マケドニア共和国で最も古い民謡合唱団クドパンスパセイブはクマノボにある。合唱団は創設から80年を超えた。同合唱団はクマノボ、そしてマケドニア共和国を代表してセルビア、モンテネグロ、ブルガリア、トルコ、クロアチア、ルーマニア、 ハンガリー、ポーランド、フランスなどの民族音楽祭に参加した。クマノボには図書館、文化センター、博物館、国立劇場がある。クマノボや周囲の村では毎年複数の展覧会などが行われている。クマノボはまた世界中からバンドが集まるジャズフェスティバルを行っている。2002年、マケドニアのバンドフォールティンとドラガンドオトフスキー。 カルテット、そしてクロアチア、ハンガリー、オランダ、スロベニア、セルビア、モンテネグロのバンドもフェスティバルに参加した。2005年にはオランダ、ノルウェーからも参加している。毎年、クマノボではコメディの日が催される。コメディの日はマケドニア文化賞の出資によるフェスティバルで、マケドニア各地や周囲のブルガリア、セルビアの劇場のコメディアンが集まる。 ありがとうございます。